はい、どうもプータローです。このチャンネルでは今年のプロ野球ドラフト会議での上位指名候補選手を中心にプレーを詳細に分析した辛口解説動画を上げていきますのでよろしくお願いします。現在は大学生の候補の解説動画を出しているところになります。ということで今回から東京六大学トートリーグ以外の候補に入っていきますが、初回は力感のない綺麗なオーバースローから伸びのある直球を投げ込む右腕、富士大学の安徳俊選手の解説になります。それでは早速解説していくんですが、大きく3つのパートに分けて説明していきたいと思っています。まずはプロフィールの紹介、その次に投球内容の分析、最後に評価の発表という流れでいきたいと思います。そして注意事項ですが、この動画はただの野球好きの素人による解説になりますので、内容に関しては1ミリも責任を持てませんのでご了承くださいませ。はい、それではいきましょう。はい、それではまずはプロフィールを紹介していきたいと思います。安徳俊選手は右投げ右打ち、178センチ81キロの投手になります。ということでプロの右投手としては平均からやや下ぐらいの体格でしょう。ただ線の細さは感じられず、プロでもすぐに実戦に入っていけるでしょう。またこの選手は久留米商業高校では目立った実績はなかったものの、富士大学の安田監督の目に留まり富士大に進学した選手のようで、3年春まではリーグ戦での登板はほとんどなかったにもかかわらず、その年の大学選手権では全国の強豪相手に好投し、以降は同期の佐藤龍之介投手と共にエース格として活躍し、今年の春の北東北リーグ戦では最優秀防御率に輝いています。また今年の富士大学はプロを狙えるスケールの選手が大量に集結しており、全国制覇も狙える戦力と評されていたものの、勝って当然というプレッシャーもあったのか、リーグ戦では格下相手にも勝ち星を落としてしまい、残念ながら選手権出場とはなりませんでした。ということでドラフトまでにこの投手の今年の投球をセンター側の映像で確認できる可能性は低くなったため、3年次の全国大会での内容と今年のリーグ戦の数字に私の野生の勘を入れてこの選手の現状と将来性を整理してきましたので、果たしてドラフトではどのような位置づけになるか、そしてプロではどのような選手になっていくと考えられるか、私なりに考えていきたいと思います。では投球分析ということで、まずはフォームから見ていきたいと思います。足をゆっくり引き上げて重心を落としながら左手をホーム方向に突き出して、バランスよくオーバースローで投げ込んでいきます。ということでこの選手を見てまず感じるのは溢れ出る森下正人感です。さすがに森下投手ほどの柔軟性はなさそうですが、バランスが良く無駄と無理のないケチのつけようがない綺麗なオーバースローのフォームです。体格的には波ですし、軽く投げているような感じにもかかわらず150キロに迫るスピードボールを投げ込んできます。ということでこの時点でちょっとただものではないぞという感じです。ただ現状ではやや下半身の粘り不足で力を入れると球が浮きがちではあります。ただバランスはいいですし力みもないだけに、今後下半身を強化していき土台が安定すれば自然にリリースポイントが安定し制球も良くなってくる雰囲気はあります。では次に直球を見ていきたいと思います。まず球速は常時145キロ前後、マックスで150キロ前後になります。球質は切れ型になります。キレのある直球とは打者がイメージしたボールの軌道よりもボールが落ちてこず、それにより浮き上がるような印象を受けるという特徴を持った直球で、空振りが取れる球質の直球になります。右バッターに対する制球ですが、アウトコースはおおむね安定していますが、真ん中に抜けてくる球も散見されます。インコースはシュート気味で大きく抜ける球もあり、右打者は怖さを感じるでしょう。左バッターに対する制球はアウトコースはやや高いですが、コースは安定しています。インコースは使用頻度がかなり少なく、現状では投げきれないようです。ということでまさに森下投手を彷彿とさせるミットに吸い込まれていくような縦スピンの効いためちゃくちゃ綺麗な直球を投げ込んできます。制球面では森下投手には及ばないものの、ベース付近でかなりの伸びが感じられ、全国大会で対戦した青学クラスの打線でも1巡目ではなかなか当てることが難しいレベルです。またこの直球をこんな力感のないフォームで実現しているというのがすごすぎます。全国大会では短いイニングの登板でしたが、今年の春のリーグ戦では出力を維持したまま長い回を投げれており、こうなってくるとプロでも先発で期待したくなってきます。続いて変化球になります。球種はここではカーブ、カットボール、チェンジアップの3種類を取り上げたいと思います。
まずカーブですが、球速は110キロ前後、変化量は普通、変化タイミングはカーブなので関係なし、制球力は微妙だと思いました。縦に曲がる緩いカーブになります。対右打者のアウトコースに概ね集まりますが、大きく浮く球も散見され、多様は禁物な感じです。次にカットボールですが、球速は130キロ中盤、変化量は少ない、変化タイミングは速い、制球力は普通ぐらいだと思いました。小さく曲がるカットボールになります。対右のアウトコース低めに概ね集まるので、カウント球としては機能していますが、ボールゾーンに投げて振らせられる領域ではないような気がします。最後にチェンジアップですが、球速は125キロ前後、変化量は普通、変化タイミングは速い、制球力は普通ぐらいだと思いました。腕の振りと反対方向に滑りながら沈むチェンジアップになります。浮き気味で使用頻度は多くないですが、決まれば効果は抜群で、左打者を開かせることができています。ということで、対右ではカーブとカットボールでカウントを取れますが、対左では有効なカウント球がない状態です。また対左では直球もインコースに投げれないので、アウトコース一辺倒になりがちです。対右で安定しているカットボールを対左でも膝元に投げれると楽になってくるでしょう。また追い込んでからは逆に対右で変化球がなく、対左ではチェンジアップが決まれば抑えられています。対右ではインコースの直球がシュート気味でインコースを使えているので、アウトコースのカットボールを遠く感じさせて抑えられていますが、これがプロレベルでも通用するかは疑問は残ります。対右でもチェンジアップが投げれるようになると楽になってきそうです。ということで、大学レベルでは直球がズバ抜けているので、直球ご利用しである程度抑えられてしまっていますが、プロでは変化球のレベルアップが課題になってきそうです。では投球のまとめになります。この投手は森下投手を彷彿とさせる綺麗なオーバースローのフォームから、伸びのある素晴らしい直球を軸にカーブ、カットボールを混ぜて2ストライクを作り、そこから右バッターに対してはアウトコースのカットボール、アウトコースの直球、インコースの直球、左バッターに対してはアウトコースの直球、チェンジアップが基本パターンのようです。ということで、完成度では大学ジャパンクラスの投手たちと比べてしまうと見劣りするものの、将来的にプロでも先発として期待できる素材だと考えます。プロに混ぜても見劣りしない上質な直球があり、しかもそれを力感のないフォームから投げ込み、長いイニング維持できそうなのがこの投手の最大の凄さだと考えます。ただ現状では変化球に課題があり、先発としての投球は確立していない状態です。4年春の数字を見る限り、変化球に関してはそこまで変わっている感じはしないです。このあたりがプロで先発で対戦できるかのポイントになってくるでしょう。ということで、現状の投球でも短いイニングなら直球で押しまくって変化球を混ぜればある程度抑えられそうですが、先発として活躍するには変化球のレベルアップが必須になるでしょう。腕の振り的に曲がる系より沈む系の球の方が習得しやすそうですし、チェンジアップをレベルアップさせてゾーンを縦に広く使う投球をしたいところです。直球に関してはすでに大きな課題はない状態になっているだけに、変化球で楽に打ち取る投球ができるようになってくれば、投球内容は劇的に良化してくると考えます。そうなれば森下正人2世が誕生することになりそうです。はい、これで投球分析は以上になりますので、最終評価の方に行きましょう。はい、それでは最終評価になります。この投手は力感のない綺麗なオーバースローから伸びのある直球を投げ込む右腕になります。広島の森下投手を彷彿とさせる綺麗なオーバースローから軽く投げる感じで140キロ後半の伸びのある直球を投げ込み、どう見ても素材は抜群でしょう。ただ変化球に課題があり、現状ではプロではリリーフでの想定になりそうですが、変化球で楽に打ち取れるようにさえなってくれば、プロでも先発で活躍できる素材だと考えます。ということで、リリーフとしてなら早い段階で戦力として期待できるレベルがあり、将来的には先発ローテ級の投手への成長も期待できる投手を補強したい球団が指名してくるでしょう。となると具体的には阪神、ヤクルト、広島、オリックス、日ハム、西武あたりになってくるでしょうか。では最終評価の発表の前に、プータロー式評価システムについて説明しておきたいと思います。最大5つの星の数で選手のドラフトにおける評価を表現します。星の種類は2種類あって、黒塗りの星は現在の実力を表しています。白抜きの星は将来的な伸びしろを表していて、今はまだそれだけの力はないんですが、将来的に黒星になる可能性があることを表しています。
はい、それでは最終評価になりますが、黒星2つ、白星2つになります。ドラフト2位から3位指名級と評価いたします。将来像としては高校大学と第一線で活躍し、順当に1位指名でプロ入りすると、しなやかで美しいフォームからプロでもトップクラスの出力で直球を投げ込み、縦の変化とのコンビネーションで先発ローテの柱級の投手として活躍している広島東洋カープの森下正人選手がタイプとして近いと思いました。ここまでご説明してきた通り、この投手は森下投手を彷彿とさせる素晴らしい直球があるものの、変化球には課題があり、現状ではプロではリリーフの一角候補ぐらいの位置づけにはなると思ったので黒星は2つ。一方で結構大幅にレベルアップが必要そうなものの、変化球で楽に打ち取れるようにさえなればプロでも先発として通用する素材だと思いましたので、白星は2つ追加して合計黒星2つ、白星2つと評価いたしました。ということで個人的には3年春の大学選手権で直球を1球見た時点でこれはと思いましたし、4年になってから目に見える変化はなさそうですが、故障もなく長い回を投げれており順調に来ていると思いましたので、2016年に阪神に2指名された小野大輝先輩に勝るとも劣らない素材だと評価し、少なくとも3位までには指名されるだろうというのが私の結論になります。それでは最後になりますが、今年の投球内容をしっかり確認することが叶わなかったのは残念でならないですが、もし私がプロ球団のスカウトなら注意で指名できそうな将来性抜群の投手として球団に推薦すると思われる、個人的には今年の大学社会人の右投手で最も好みの投手でしたので、なんとか変化球をレベルアップさせていき、プロではリリーフの一角とは言わず先発として大活躍してほしいと願っております。はい、それでは最後までご視聴いただきありがとうございました。この動画がためになったという方は評価、コメント、チャンネル登録の方よろしくお願いします。私が次の動画を作る気力がちょっと増すはずです。では次の動画で会いましょう。プータローでした。